今日はペンテコステを記念する主の日の礼拝です。このペンテコステの朝、恵み深い特別賛美の中、キリストによって与えられた聖霊の時、教会の時を覚えつつ、共に礼拝をお捧げできますことを感謝いたします。ペンテコステ、この聖霊降臨日の出来事を語る使徒言行録2章には2つのポイントがあります。第一は、聖霊が下って教会が誕生したことです。そして第二は、その教会の働きによって新たな人々がそこに加わり始めたということです。聖霊を受ける前の人々は、一同が一つになってひたすら約束された聖霊を求めていました。そこに聖霊が下り、聖霊を宿す神殿として教会が誕生しました。これがペンテコステの出来事です。使徒言行録2章37節から47節は、ペンテコステの日における聖霊降臨の後、ペトロの説教を聞いた人々がどのように応答したか、またその結果誕生した初代教会の特徴はどのようなものであったかを書き記している箇所であります。聖霊の働きがある教会において、そこに連なる人々は一つの理想を通して一つになります。今朝の聖書、使徒言行録2章44節に、信者たちは皆一つになってと記されています。46節にも、毎日ひたすら心を一つにして神殿に参りとあります。そして最後の47節にも、主は救われる人々を日々仲間に加え一つにされたのであるとあります。44節と47節は原文においても全く同じ意味の言葉が使われています。ここではこの初めの教会、初代教会の人々が一つになって歩んでいたこと、心を一つにして生きていたことが強調されているのです。一つになるために次のことを考えたいと思います。まず、教会の礼拝と説教についてです。礼拝において、表面的なことをいくら豪華にしたとしても、魂が砕かれ、悔い改めて神様を仰いでいなければ、神様が喜ばれる礼拝にはならないのです。礼拝というのは、目に見える外側のものよりも、私たちの内側をこそ捧げるものだからであります。ですから、教会の礼拝とは、誰かが誰かを喜ばせるためにあるのではなく、神様の御前に悔い改め、へりくだった魂を持って神様を喜ばせるということができるかと思います。したがって、牧師の説教は、聴衆、聞く人にとっていつも心地よい言葉を語るというよりも、御言葉を持って人々に悔い改めを迫るということがあるということであります。まさに2章14節からのペトロの説教は、人々に悔い改めを迫る説教でした。ペトロは38節でこのように答え進めています。悔い改めなさい。めいめいイエス・キリストの名によって洗礼を受け、罪を許していただきなさい。そうすれば、賜物として聖霊を受けます。この約束は、あなた方にも、あなた方の子供にも、遠くにいるすべての人にも、つまり、私たちの神である主が招いてくださるものなら誰にでも与えられているものなのです。このように書かれています。さて、悔い改めるとは、悪事を後悔するという意味ではありません。
このギリシャ語の言葉は、二度目の考えという意味です。それは、一度目の考えは間違っていたという意味です。そこから、心を変えるという言葉が、意味が生まれました。つまり、今までの自分の生き方を根本から捨ててしまい、心を180度方向転換して生きるという意味です。ペトロは、信心深いユダヤ人たちに、あなた方の心を180度転換し、イエス様を拒むものではなく、イエス様を救い主として受け入れるものとして生き直しなさいと勧めています。その具体的な勧めが、ユダヤ人たちの一人一人が、主イエス様を信じて洗礼を受けることでした。そして、神様に罪を許していただきなさいとペトロは勧めました。このペトロの勧めの言葉を受け入れた人々が3000人ほどあったと聖書は41節において記しています。そして2番目に考えられるのは、教会の礼拝と教えであります。イエス様が昇天された後、聖霊降臨が起こり、教会が誕生しました。その初代教会に大切にされてきたことは4つありました。42節を見ます。彼らは使徒の教え、相互の交わり、パンを裂くこと、祈ることに熱心であった。このように書かれています。この初代教会に大切にされてきたこと4つですが、1つ目が使徒の教え、2つ目が相互の交わり、3つ目がパンを裂くこと、4つ目、祈ること。このことに熱心であったということです。口語訳聖書では、このように書かれています。そして一同はひたすら使徒たちの教えを守り、信徒の交わりをなし、共にパンを裂き、祈りをしていた。このように訳されています。新教徒訳では、今お読みしましたように、彼らは使徒の教え、相互の交わり、パンを裂くこと、祈ることに熱心であった。このように訳されています。固く、ひたすら、熱心と訳されているこの言葉は、専念するという意味です。この42節に記されている4つの言葉の名詞の前に、それぞれ定冠詞がついています。英語のザに相当する語ですけれども、ちょっと言い換えてみると、使徒の教え、テディダケトーンアポストローン、その相互の交わり、テコイノーニア、その生産、テクラセイトゥアルトゥ、その祈り、タイスプロセウハイス、というふうになります。ここで言う、その教え、その相互の交わり、その生産、その祈りのすべては、キリストが弟子たちと共にいるということを、イエス様が自ら見せてくださった出来事であります。それでは、ここで、この4つの、この42節の4つの内容を見ていきたいと思います。第1です。使徒の教え、ラーニングチャーチです。この使徒の教えは、イエス様の教えです。イエス様が天に昇られるときに、あなた方に命じておいたことをすべて守るように教えなさいとイエス様は言われました。ですから弟子たちは熱心に教えました。この使徒の教えとは、使徒たちの説教。具体的にはイエス・キリストの十字架と復活についての証言であります。初代教会は、説教を聞くことから教会形成を始めました。使徒の教えには2つの意味があります。新約聖書では、教えという言葉は、ケリュグマとディダケという2つの言葉で表されています。ケリュグマというのは、ノンクリスチャンに向かってキリストを述べ伝えることです。そしてディダケというのは、クリスチャンを教えることであります。教会がキリストからいただいた使命は、
外に向かってキリストを伝えること、そして内に向かってキリストを教え続けることであります。マタイによる福音書には、復活されたイエス様が弟子たちにこう命じています。だからあなた方は言って、すべての民を私の弟子にしなさい。彼らに父と子と聖霊の名によって洗礼を授け、あなた方に命じておいたことをすべて守るように教えなさい。これはマタイによる福音書28章19節20節の言葉です。ペンテコステの日、人たちは大勢の人々にキリストを述べ伝えました。これはキリグマです。そして3000人の人々に洗礼を授け、それらの人々を教えました。これはディダケです。つまり、キリストが守るようにと人たちに命じておいた教えを、人たちが洗礼を受けた人々に伝えたという意味で、使徒の教えと呼ばれています。初代教会の人たちにとって、それがキリストの教えと合致しているかどうかは、使徒の教えによってしか知ることができません。ですから、使徒の教えをしっかりと守り、伝えることは、教会の純粋性を保つ上で、欠かすことのできない事柄であります。今日では、新約聖書こそが、その人たちの教えの集大成であるということができると思います。二つ目は、相互の交わり、ラビングチャーチです。口語訳では、42節は、信徒の交わり、信徒の交わりと訳されています。信徒のという言葉は、意味を補うために付け加えられた言葉です。聖書では、交わりという言葉は、クリスチャンのお互いのことばかりでなく、私たちと神様との交わりをも意味します。2章44節に、信者たちは皆一つになって、すべてのものを共有にし、とありますけれども、ここに使われている共有するという言葉は、コイノニア、交わりと関係のある言葉です。イエス様は、二人または三人が私の名によって集まるところには、私もその中にいるのであると約束してくださいました。マタイによる福音書18章20節でございます。教会は、目には見えませんが、このよみがえりのイエス様の名によって集い、主がいつも共にいてくださるゆえに、人々によってこのように慕われ、尊ばれてきたのです。別の言葉で言えば、二人または三人が共にいることによって、キリストの体である教会が形作られたということであります。ジュネーブ教会信仰問答問い281では、興味深いことを言っています。カルバンの言葉から考えれば、キリスト者の交わりというのは、神に日ごとに罪の許しを求める人々が集まる交わりと定義されると言ってよいでしょう。エルサレムの教会は、ユダヤ教の迫害によって仕事を失った人々を支えるため、資産家のクリスチャンたちが財産を差し出し、教会の中で互いに助け合いました。初代のクリスチャンが目に見えるものを共有できたのは、そこには、喜ぶ者と共に喜び、泣く者と共に泣くという霊的な交わりがあったからです。3番目です。パン先、サクラメンタルチャーチです。これはイエス様が残された儀式でありますけれども、みんなで食事をして交流をしながら、聖餐式も行いました。聖餐式は、イエス様が十字架にかかられる前の夜に、弟子たちと共に守られた食事を記念し、それを思い起こすためのものです。弟子たちがその聖餐式を繰り返し守ったのは、この最後の食事の席でのイエス様の姿を思い起こすためであったと考えることができます。イエス様は、この杯から飲みなさい。これは罪が許されるように、多くの人のために流される私の血、契約の血であると言われました。イエス様が飲まれた苦い杯は、
今日の聖餐式ではもはや苦い杯ではありません。イエス様が十字架の上で流された血なのですから、喜びの杯、感謝の杯です。この血は命を意味します。神様の裁きによって死を宣告されるべき私たちに代わって、イエス様が死を受けてくださったのです。それによって、私たちは死を宣告されることなく、復活のイエス様と共に新しい命に生きるものとされました。聖餐を受けることは、主イエス・キリストと契約を結ぶことを意味します。イエス様の血と命を自分のうちに受け入れるのです。生きているのはもはや私ではありません。キリストが私のうちに生きておられるのです。ガラテヤの信徒への手紙2章20節にこのように書かれています。このように信仰を持ってイエス様を私の心の中心に置きますと約束することであります。そして4番目です。祈り、プレイングチャーチです。弟子たちは祈ることに熱心でした。イエス様は弟子たちに主の祈りを教えられました。46節を読みますと、そして毎日ひたすら心を一つにして神殿に参りとあります。当時はまだ教会堂もなかったのですが、彼らは何かというとエルサレム神殿に集い、共に礼拝をし、神様を賛美し、そして祈りを共にしていました。3章1節では、ペトロとヨハネが午後3時の祈りの時に神殿に登っていったとあります。当時は祈るためにわざわざ神殿に行きました。今でもエルサレムに行くと、熱心なユダヤ教徒が連れ立って近くのユダヤ教のシナゴク、街道に祈るために行く姿を見かけます。おそらく当時もクリスチャンは時間を決めて神殿に行って祈ろうと声を掛け合ったかもしれません。神殿は祈りの場所でした。以上の4つの要素が教会の基本的な働きです。初代教会はこの4つのことに熱心に専念していました。いつも常にこのことに携わっていました。この4つが活動の中心であったと言ってもよいと思います。私たちはこのような初代教会の特徴を今日の教会においてもいつも立ち返るべき原点として原型として覚えることが聖霊降臨日に非常に大切ではないかと思うのです。最後に立ち返るということについて46節の毎日神殿に参りという箇所から探すべき事柄として考えてみたいと思います。これは少し不思議なことであります。なぜかというと、イエス様を通して神様を礼拝することが可能になった人々にとって、エルサレム神殿の礼拝はすでに用のないものになっていたからです。エルサレム神殿で行われる礼拝も、またその神殿自体も、イエス・キリストを指し示すためのものでしかありませんでした。それなのに、彼らは以前と同じように神殿に参拝したというのです。カルバンはこの行為について、初代教会の人々が神殿に集まる人々にキリストの福音を伝えるためのものであったと説明しています。神様は聖霊を注ぎ、教会を誕生させてくださいました。教会は教えと交わりと礼拝と祈りに励みました。イエス様はそれに応えて、毎日救われる人々を仲間に加えてくださったのです。私たちの教会は、その創立の初めから、この聖霊によってのみ建てられ、導かれてきました。ですから、どんなに様々な霊が満ち溢れる時代になったとしても、どんなに様々な力が魅力を放つ時代になったとしても、そのような諸々の霊、
また力に惑わされることなく、私たちは天から注がれる聖霊をしっかりと受け止め、聖霊によって新しく、常に新しくされて生きていくのです。私たちが洗礼を受け教会に加えられるというのは、その交わりに生きるものとされるということであります。そして教会においてこそ一つになってと願うことができるでしょう。お祈りいたします。父なる神様、今朝のペンテコステ礼拝を感謝いたします。イエス様の尊い十字架の死と復活によって、私たちにキリストの聖霊が与えられ、教会が建てられました。感謝いたします。聖書の教え、交わり、礼拝、祈りをイエス様の御心のうちに行わせてくださいますようにお願いいたします。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アメン。